今韓国で大ブレイク中、パク・ソジュン主演、2015年秋最大の話題作、彼女は綺麗だった。残念な女性に成長した元美少女と完璧なイケメンに変身した初恋の少年、運命の再会から始まるドキドキハラハラロマンティックラブコメディー、彼女は綺麗だった。7月、衛星劇場で待望の放送スタート。